明治から大正時代に架けられた多くの石橋が残る八女市城陽町。中でも星野川に架かる1連から4連までの石橋群は一二三橋と呼ばれ親しまれている。受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると心に残る風景がある。夢クルーズ、ブロートゥーバイ福岡県ホンダカーズ。今日のクルーズはクラス最大級の室内空間を持つミニバン、ホンダステップワゴンスパーダ。一連石造アーチの千玉橋は明治26年に架けられた。石工棟梁は熊本の通潤橋を手掛けた名工橋本勘五郎。通潤橋と同じく自然石の乱れ積み、鞘石垣などの技術を用いた単一アーチでは県内最大の石橋だ。星野川を下流に進むとアーチの数が増える。二連の寄口橋、三連の大瀬橋、四連の宮ヶ春橋、そのアーチの数から四基合わせて一二三橋と呼ばれる。橋本勘五郎は経験と技術を注ぎ込み、地元八女の石工集団を育て上げた。度重なる洪水にも耐え抜いた一二三橋は美しい景観を今も見せ続ける。一二三橋へのクルーズはホンダステップワゴンスパーダ。1列目から3列目までゆったりとくつろげる室内、細部まで質感にこだわったインテリアをはじめ、居心地の良い空間を作り上げました。この番組は福岡県ホンダカーズの提供でお送りしました。